こんにちは友達。あなたにとって新しい一般的なニュースをチェックしてください。チャンネルに登録します。ベルアイコンを押す。福田達夫。宮根誠司、ピントがずれてる自民福田議員の旧統一協会、何が問題なのか、にあぜん。フリーアナウンサーの宮根誠司が29日、司会を務める宮根や日本テレビ系、に出演。 自民党、福田達夫、総務会長の世界平和統一家庭連合、旧統一協会をめぐる発言を非難した。今月8日の安倍晋三元首相銃撃事件をめぐる三条哲也容疑者の供述から、政界と旧統一協会の関係に注目が集まっている。これまでに自民党では、安倍氏の実定、岸信夫防衛省や二之湯里氏国家、 公安委員長らが過去に旧統一協会と関わりがあったことを認めている。こうした中で、安倍派の福田氏はこの日の会見で旧統一協会と議員のつながりについて自身は旧統一協会と関わりがないとした上で、正直、何が問題なのかよくわからない、などと発言した。番組ではこの発言を取り上げ宮根は、ちょっとびっくりしましたね、とあぜん。 ピントがずれてるとしか思えない、と批判した。コメンテーターの紀藤正樹弁護士も、安倍元首相が殺害された動機に関わることについて好奇心もないのかなって思いますね。政治家として好奇心がないってことに驚いてしまう、と福田氏の政治家としての資質を疑問視した。